鉄道マニア垂涎のですね、これ構内踏切ですよ。これでもね、これ昭和の感じを出すのはいいんですけども、なかなかね、車椅子の方なんかには通りにくいということになってます。中はね、綺麗になってこないして、車椅子の方もね、通りやすくなってはおるんですけども、何でもやけど、こう時計ないんかい、駅の時計がないからね、もう難儀するんです。レトロな感じの錦の浜ですね。こういう感じはね、浜寺公園の駅のように残しといていただきたいなという感じはあるんですけども、そしてこのここの横にあるのがですね、見えへんがな、ここではすぐそばにあそこ温泉があります。スポーツジムも併設になってますね。かなでちゃんですよ、かなでちゃんね、ホテルかなでちゃんなんですけども、これはチャイナマネーの風呂に入るパイプカット今井がこれ誘致をしたということになっておるわけですけども、そういうわけではございません。ほんまできたら嘘ばっかり言うからね、ほんまにね、500万石グループやというふうに言われてますね。でこれもまたレトロな看板でございますね。ここも献血をね、前はもうちょっとこう土曜だけどちょうどやってたと思うんですけどもね、まあ、センターですからね、ここはね。でこれもう一個レトロな看板ですよ。これないですよ、貝塚市交通公開課、こういう名前の川もございません。環境なんとか課に変わってるはずでございますのでね。でこの道がですね、これ不動なんですよ。で見てもと分かりますように、まあ、かなでちゃんまで行く前のところぐらいまではですね、広がってるでしょう。でこれ泉橋本まで錦の浜から上がっております。この道がですね、ところどころ歩道ができるということになっておるわけですけども、でこの中でこれがですね、あの校内踏切ですよ。もううるさいから下がるけどね。でこの道、ここから泉橋本に上がるのに、あそこの踏切のとこだけ極端にまた狭くなってるわけです。で貝塚市といたしましてはですね、あのまっちゃんね、焼肉ね、焼肉まっちゃんのとこをもうすでに貝塚市は買収が終わっております。でこれを広げるのと同時にですね、改札口が今こっち側にないんですよね。山っかいね、山っかいないから、あの校内踏切残してんだけども、そやけども校内踏切もあんまりよろしくないやろということで、本当は高架化ができたらいいんですけども、なかなか高架化がもう難しいので、まずはこっち側に改札を作ります。で国からのお金を引っ張ってきたりですね、まあ、田中学が頑張ってきたと、ハイドですよ、ハイド、田中学が頑張ってきてですね、国からの金を取ってきたのはええんだけども、これまだちょっと頓挫をしております。サザーンですよ、関空快速、関空快速じゃ関空急行やったかな。でなんで頓挫しているかというと、貝塚市があのビルを買ってですね、あれを潰したところでですね、改札だけを急に作るわけではございません。この不動の各区も一緒にやるんですよ。となればですね、府が金を出して各区について話をしていかなあかんのですけども、大阪府の方についてはですね、潰して各区をするということは話はできてるんです。でまあ、潰すのはあのビルだけではございませんのでね。で民家の方の家なんかがまだあるわけですよ。でビル、建物が残ってるわけじゃないんですけども、そういう付属物があるんですよ、いわゆる外構ですね、門扉とかね、ああいうものを潰した後でそれどうすんやということで、大阪府がまあ言うたら止めてる状態です。大阪府がこの不動の整備と同時にですね、あそこ のビルを潰して、まあ、あれ貝塚市ですからね。で備えしてすれば、貝塚市の方も南海電車と話をして、こっち側へ改札を作ると。ここまだ芝生残ってるでしょ。で多分この辺ぐらいにね、駐車場の辺できるんじゃないかなというふうに思うんですけども、であの方も延伸をするのか、こっち側に移設をするのか分かりませんけどもね、そういうことになっておるわけですけども、なかなかだから大阪府がうんと言わへんということでね。ほんでこれまたできた後でですよ、これ仮に維新の市長になれば、維新がやったやったよってね、ほんま言いますからね。ちなみに大阪市のですね、メトロのトイレとか綺麗になってる、ああいうもんは皆平松さんが整備をしたものです。維新がやったものではございません。まあ、維新は、天芝なんかはあれ民間企業に半分売り払ってるみたいなもんですね、大阪城とかね、そういうことは維新がやりましたよ。せやけども平松さんが
下ごしらえをしてですね、行政がやるというのは何年もかかります。最後の犯行をついた時に維新の首長がやったということで、維新がやったやったというふうに言うんですけども、あれは誰が、仮に首長が誰もおらなくても、仮に岸川線のですね、多摩駅長猫ちゃんが座っておっても、あれは勝手に進むということなんで、維新の手柄ではないんですけども、先に維新がこれね、嘘を言うてこれもやったやったというので、先にこれはそういうことではないんですよということをお知らせをしておきます。